では田中碧選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。プロデビュー戦どうでしたか？もう本当に楽しかったっていう一言ですね。轟の憧れた舞台で、こうやって出ることができて本当に楽しかったです。こまずベンチで呼ばれた瞬間からもうニコニコされていらっしゃいましたが、どんな気持ちでピッチに出ましたか？そうですね、試合の方も本当にみんなが点差つけてくれたので、本当に緊張というか入りやすい雰囲気だったので、点を取るじゃないですけどスペースもあったんで、そこに上がっていけるようにっていうのも意識しながら、守備のバランスも保ちながらっていうのは意識して入りました。プロデビュー戦爪痕を残したいとおっしゃっていましたが、しっかり残すことができましたね。ゴールシーン振り返ってください。いや、もう本当にチネクシュート打って、こぼれ球来るかなって思ってたんですけど、来て、本当に思いっきりシュートを打ったら入ったっていう感じですかね。終わった後は先輩たちに頭ペチペチ叩かれていましたね。何に声をかけられていたんですか？いや、本当におめでとうっていう言葉をかけられましたし、本当にやっと、スタートラインじゃないですけど、チームに貢献できたのかなと思います。素晴らしいプロデビュー戦を飾りました。今後に向けて一言お願いします。個人としてもやっぱまだまだ足りない部分もたくさんありますし、本当にもともとこのチームで活躍したいという思いはあるので、練習から自分自身をもともと高めて、本当に今日以上のパフォーマンスをこれからもできるように頑張りたいなと思います。ありがとうございました。